なんと出汁取り不要なのにお出汁香るとっても美味しいふわっとろの親子丼、一緒に作っていきましょう。ご飯にかけてもよし、そのまま食べても美味しいやつです。今日はフライパンで作りますよ。ここに水 80ml 入れます。そして絹ごし豆腐 150g 1パックポトッと逆さまにそのまま入れていきます。お箸で一口サイズに切ります。包丁使いません。今日は大雑把のプリン流。生姜2枚チューブでも OK、 ね、ザクザク切りますよ。豆腐のつるりん感とささみがね、硬さが見事にマッチしてコラボレーションやってみてください。きのこ適量、好きなお野菜、冷蔵庫にあるやつ何でもいいので適当に切ってぶち込んじゃってください。鶏ささみ 120g、 どれくらい、2本ぐらいです。1センチ幅にカットします。気になる方は筋取りしてください。別レシピ最後につけておきます。筋の取り方、鶏ささみは危険、これ強火で長時間もう固くなっちゃうから弱火で優しく煮込んでください。皆さん知ってますよね、高タンパク低脂肪ダイエットにぴったり、今のあなたにぴったり、私にぴったり。ところで出汁取り忘れちゃったの、ごめんなさい。出汁取りません、すみません。取りたい方は取っても OK ですよ。おかず味、醤油、みりん各大さじ2ずつ入れていきます。みりんの役割は味の染み込みと臭み消しです。耳だこかけちゃおう。かつお節1/2パック、だしは取らないズボラ作戦です。追い出汁、卵3個を溶いていきます。もうね、これ豆腐の容器使っちゃってほんと洗い物を減らす散らす作戦です。ついつい残りてしまいがちのこの乾物、今日はとろろ昆布を使いました。わかめとか切り干し大根とかあるもの入れちゃってください。卵を少しずつとろーりかけていきます。これね、卵はきちんと溶かなくてもいいです。むしろ白が残ってる方が、ちょっと美味しそうだなって個人的には思います。鶏ささみ栄養たっぷりですね。疲労回復にも嬉しい栄養素。鰹節最後見た目にまたいいのでかけちゃいます。香りますね。ネギや三つ葉あると最高にまた美味しくなります。でもなかった、ちょっと汚い。食べて健康、食べて痩せる。ご視聴ありがとうございました。大葉があったので大葉乗せました。リリークッキングのプリンがお送りしました。